イングラム M6 はアメリカ合衆国で設計された短期間銃である。ゴードン・イングラムギッシュが設計し、1949年から1952年にかけてポリスオードナンス社によって1万5000から2万丁が生産された。キューバ海軍、ペルー陸軍などに売却されたほか、アメリカ国内の警察機関や刑務所でも採用されている。ペルーでは、 ライセンス生産も行われた。短期缶銃は第二次世界大戦を通じて世界的に普及した銃器の一つであり、先進的かつ将来性のある分野として、戦時中から銃器設計者らの注目を集めていた。しかし、終戦後に放出された軍用上品が市場に溢れたため、短期缶銃の設計競争は過熱を極め、性能やコスト面などで優れた一部を除き、 無数の設計案が淘汰されていった。福音兵として帰国したイングラムが警察向け短期間銃の設計に着手したのはこの時期だった。1946年、イングラムは M5 と称する短期間銃を設計した。これは当時軍部が M3 短期間銃の後継装備、すなわち M4 短期間銃の模索を行っていたことを踏まえ、 それに次ぐ製品という意味合いでなされた命名であった。M5 短期間銃はチューブ型のレシーバーに3点の可動パーツを組み合わせたシンプルかつ軽量な設計だった。M5 はイングラムが勤務していたライトニングアームズ社のカタログにライトニング M5 という製品名で掲載されたものの市場の関心を集めることはなかった。1949年。 イングラムは3人の友人と共にポリスオードナンス社を設立、新たに設計した M6 短期間銃を発表した。当時設計された他のアメリカ製短期間銃と同様、M6 には木製フォアグリップや放熱フィン付き重心など、トンプソンサブマシンガンの影響が色濃く反映されていた。一方、基本設計は M5 から引き継がれており、トンプソンより非常にシンプルだった。 同年、カリフォルニア州警察幹部会議にて、デモンストレーションが行われ、その後に一定数が購入されている。アメリカ国内で数千兆が販売されたほか、ペルーによる輸入及び国産化も行われた。1951年に、ペルー向けの輸出が初めて行われ、1952年には、イングラム自らがペルーへ赴き、ミリタリーモデルのライセンス生産を開始させた。 最終的に8000兆ほどの M6 がペルー国内で製造された。アメリカ国内では警察や刑務所で採用されたほか、国外ではペルー陸軍やキューバ海軍によって採用された。アメリカ海兵隊でも試験が行われたが、採用には至らなかった。1952年、イングラムがポリスオードナンス社を離れ、間もなくして同社は倒産した。この直後、イングラムは、 M6 を発展させた M7 を発表している。M7 はクローズドボルト機構と独立した射撃モードセレクターを備え、法執行機関向け短期間銃として宣伝が図られたものの売り上げはかんばしいものではなかった。国内の短期間銃市場に見切りをつけたイングラムは外国政府向けの売り込みを始めた。1954年、イングラムはタイに赴き、 同国政府向けの短期艦銃として M8 を発表した。これは M6 をもとに開口部のカバーや安全装置の改良を加えたモデルだった。イングラムは数年間タイで過ごし、M8 の設計と売り込みを図っていたにもかかわらず、最終的にはポリスモデルとミリタリーモデルを一丁ずつ試作したのみで採用には至らなかった。アメリカへの帰国後、M8 に 伸縮式重症を取り付けた M 級を設計したものの、これもわずか1兆の試作品が製造されたのみだった。ミリタリーモデルイングラム M6 の外見は、トンプソンサブマシンガンに類似しているが、これはアメリカ合衆国の法執行機関向けに、トンプソンの安価な代用品として販売することを意図していたためである。トンプソンと同様の 45ACP 弾仕様のほか、 QX19mm パラベラム弾や38スーパー弾を使用するモデルもあり、いずれも相談は30発の箱型弾装によって行われた。もともとはフルオート射撃のみ可能だった。後に引き金を2段式にして軽く引けばセミオート、さらに深く引けばフルオートでの射撃が行える機能が追加された。この部分の設計については M6 シリーズにおいて 唯一特許申請が行われていた。しかし、申請手続き中の1952年にポリス、オードランス社が倒産したため、M6 シリーズについては、一切の特許取得がかなわなかった。M6 には軍用を想定した、ミリタリー及び警察用を想定した、ポリスという2種類の基本モデルがあった。ミリタリーモデルは、木製のハンドガード及びガード付消耗を備え、 また着剣装置によって専用のスパイク型銃剣を取り付けることができる。ポリスモデルでは M1 以前のトンプソンに告示した木製フォアグリップと放熱フィン付けの重心を備えていた。AB、イングラム M6、モダンファイロームズ2018年10月12日、閲覧。ABC、ガン、サブマシン、パービアンサブマシンガン POCM6、45、 SN0441 スプリングフィールドアーモリーミュージアム2018年10月12日閲覧 ABCDE トーマスドナルド G ペディグリーオブエパワーハウスガンホザマガジン4インターナショナルミリタリーマン20から21ありがとうございます